循環させていただきます。いやー、ちょっと生まれて初めてでもないけどね。前、まあ、職場で作ったことがあるような、ないよね。フライなんですけどね。ちょっと近所のおばさんにもらった、ナスビをフライにしてみた。天ぷらにしようか迷ったんですけど、フライのね、なんだったっけ、パン粉があったんですね。そのちょっとだけのパン粉を、フライもん食うのって俺何十年も食ってないかもしれない。んだけ味変えない。これ、ナス1個だけなんですけど、ナスがでかくて、切ると結構大量になりますね。あ、ほんと久々、フライ食うの。これで当分はフライもんは食わないでしょうね。このフライってパン粉って何であったのかな。前なんかね、ドリアかなんか使った時に上にかけたような気がするな。ん？ドリア？違う。グラタン。余ったカレーをご飯にかけて、で、そのカレーにちょっとかけたんですね。種類食べてなかった。ああ、チキショウ、インゲンやんの忘れてたわ。いいや。これは髪の毛。揚げ物にすると何でもうまい。嫌いな人参でも。これ結構な量ですよ。これ晩ご飯ですね。実はね、これだけじゃないんです。まだあるんです。
このフライを作るときに使った卵あるじゃないですか。その卵が余ったんですね、ちょっと入れ物に。もちろんこう粉とか混ざってるんですよ、一緒に。でも捨てれないなとは。もうお腹いっぱい。これ最後。こうね、休憩してるともう食べれなくなっちゃう。本当はね、ちっちゃい鍋でやりたかったんですよ、フライ物。ちっちゃい鍋、畑に持ってってて、畑で使ってないからね、持って帰ってこよう。ちょっとね、これでフライ物は一人用の量としてはちょっともったいないじゃん。油もね、使う量もね。今日皆さん楽しい一日。安全な一日。1分1秒大切に、残り限られた人生を地球のために使ってください。先ほど、シャカトゥっていう果物、これね、失礼、この種とですね、このフルーツパパイヤを植えてみたんで、まだ完熟はしてないんですよね、これね。完熟してんのかな？いや、完熟はしてないね、多分ね。もっともっと熟して、で、それも追っかけでやってみようかなと。で、同じ種から違う、こう、
シチュエーションを作って、こう日陰だったり、日陰で、なんかね、種によっても、これ賞味期限とかね、賞味期限とかないのかな、ふと思ったんですけど。よく振りなさいって書いてる 振って使ったことなかったね、一度も俺、これ。分かんないや。あれ、俺何の話だっけ、さっき。同じシチュエーションで作って、まあ、同じシチュエーション種で、日陰と、なんかね、種でもですね、日陰に置いとくやつと、土の中なんだけど光を求める、まあ、人参みたいな、日向に出さなきゃダメらしいんですけど、そういうのがあるらしくて、それを調べてるんですけど、その全部の種がどうだって書いてないですね、調べのね。自分でやってみるしかない。日陰で、日向。で、熟してる、熟してないっていう、こう、違う状況を作って、こう試していって、自分でこう、なんていうの、こう、なんていうのかな、こう開発していくとかね。当分いいね、もう、あの油も。